こんにちは、TM コアです。今日はお迎えしたミヤコヒキガエルのケージを早速作っていきたいと思います。排水用のネットをですね、仕込んでいくためにちょっとグルーガンでね、ここを留めていきます。これは別にどうせ隠れてしまうもの、あっちあっち。こんな感じでですね、この塩ビのパイプのこれは継ぎ手ですね。継ぎ手に、こうやって、ネットをつけました。でこれは後でね、ちょっと設置していくときになんでこんなことするのかっていうのがお分かりになるかと思います。とりあえずね、まあ、こんな小汚い感じになりましたけども、まあこれは別に汚くても何でもいいんで、とりあえず後でちょっとこれをね、説明したいと思います。はい、じゃあ続いてちょっと、ケージの中にね、床材を入れていきたいと思います。まず、これはパールダーリウムをやった時と同じ要領ですね。でまずこれをですね、一回ここにこう入れます。でその後この軽石を投入します。石がですね、これでもう全部だったんで、パルダーの時も同じようにこの下に軽石を入れてね、でこの部分に水が、溜まってる状態にすると、まあ、バクテリアが繁殖していくっていう形になるん でこういう形にしていきたいと思います。でその後これをここに入れていきます。これこの後ね、ソイルを入れるんで、それと混ざらないようにっていうことで、はい、それで、ああソイルが少ないな、ちょっとソイルが少ないけど、まあ、若干少なめですけど、まあいいか。ちょっとソイルが少ないんで、ちょっと赤玉を入れましょう。この赤玉をね、ちょっとこれも別の用途で使ってたものですけども、これを下地に使っていきましょう。でこの上にちょっとソイル引きましょうか。見栄えがあんまり良くないんでね。
な感じでこういうスポイトでですね、ここにこう突っ込みます。でこうやって水が抜けるんですね。これはあの、まあ、他の、パルダリウムで排水のついてないケージでやる場合は私全部このパターンでやってるんですけど、こうやってやるとですね、霧吹きをしたりとか していくとどんどんこう水位が上がってきちゃう部分の排水をするにあたってこういう風にするのはすごくおすすめですね。このぐらい抜いておきますか。ちょっと入れすぎちゃった。でここの上にですね、こう水入れを置いちゃうんですね。こうやってしまうと、なんかちょっと位置があれだったな。水入れの目の前がシェルターになっちゃったな。なんだかちょっと。はい、ミヤコヒキガエルの、ケージを作成してみました。ここにですね。この子を移していきたいと思います。こんな感じのね、かわいいですね。すごくかわいい。ちょっと、はい、よし、いい子いい子。これでね、この水入れに水入れてあげないと。ここがシェルターみたいな感じに今してるんですね。で、あとここもシェルターみたいな感じになって、ここは水入れ。普段こうあんまりびしょびしょになる必要はヒキガエルの場合はないので、まあ、あの軽くね湿ってる程度でいけると思います。まあ、日本のカエルなんで、とはいえ、あの宮古島のカエルなんで、まあ、ある程度あったかいところっていう感じにはなると思うんですけど、まあ、こんな感じで、ちょっと様子を見てね、あの飼育していきたいと思います。この子はまだ、生きたねコオロギを食べてるということで、これから人工餌にもね、慣れてってもらわなきゃいけないかなというふうには思っています。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。